アメリカが異例の24時間監視中の韓国 F-35A ステルス戦闘機が話題に上がっているね。アメリカは現在、この韓国へ引き渡された F-35A ステルス戦闘機に関して極秘にテストを行っているようだな。この厳重な措置は、情報漏洩やスパイ行為などの疑惑が絶えないためだぜ。今回はそんな韓国に引き渡された F-35A ステルス戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカ軍の空軍、海軍、海兵隊で運用されているロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2派。日本の航空自衛隊においても現在の F-15J イーグルに代わるこの先の主力戦闘機として調達が進められている。対空対地対艦攻撃など他用途に対応可能な単発単座のマルチロール機だね。開発段階から多用途に使える第5世代ジェット戦闘機として開発され、開発計画では統合打撃戦闘機ジョイントストライクファイターとの名称が付けられていて、その略称である JSF と呼ばれることも多いよ。JSF という略称の通りに運用目的に合わせたほぼ同一の機体構造を用いた派生型があって、基本型の A 型は通常離着陸機コンベンショナルテイクオフ&ランディング CTOL、CTOLである。F-35A と垂直短距離離陸垂直着陸機ショートタケオフバーティカルランディング STOVL、ストーブルの F-35B、それと航空母艦で運用する艦上機 CV 型の F-35C という3つの派生型が製造されており、アメリカ軍では空軍に F-35A、海軍に F-35C、海兵隊には F-35B と F-35C を配備しているぜ。日本の航空自衛隊では F-35A を105機と F-35B を42機調達する計画で、すべての調達が完了すると西側諸国ではアメリカに次いで2番目の保有機数となり、2023年3月時点では F-35A が33機導入されて運用が始まっているほか、F-35B は2024年度末までに6機が調達されて宮崎県のニュータバル基地に配備される予定だな。防衛省では海上自衛隊のヘリコプター護衛艦であった出雲型護衛艦の出雲と加賀を改修して軽空母として運用することとして、2023年から両艦の空母化改修を開始しており、改修が完了すれば垂直短距離地着陸型 STOVL 機である航空自衛隊の F-35B を艦載機として、それぞれ10隻を搭載して運用すると見られているね。一方隣の韓国でも F-35A を導入する計画が進められており、当初60機を調達する計画であったもののひとまず40機に縮小され、2022年までに40機の需要を完了して独自にフリーダムナイトという愛称をつけて運用していたんだけど、2022年1月にバードストライクによって1機を胴体着陸させたために修理不可能な状態に陥っているために、現状では実質39機を保有している状況なんだ。縮小された20機の調達については最初2023年以降の予算で調達するとされており、2020年8月には A 型及び B 型をそれぞれ20機追加調達することを決定したとする韓国メディアの報道なども出たものの、現在もまだ検討段階であるとされているんだけど、日本の航空自衛隊に B 型が配備されることに対抗して残り20機については B 型を調達するのではないかとの憶測が出ているみたい。アメリカの外交関係専門誌によると、韓国軍は海軍が運用しているドクト給揚陸艦 LPH の後継として、3万トンクラスの大型輸送艦 LPH2 を2020年代の後半までに建造するとしているが、それが STOVL 機の運用能力を持つ軽空母になるのではないかとの見方が濃厚とされ、韓国単独で STOVL 機の開発は難しいことから F-35B を導入するのではとの憶測の根拠となっているな。この3万トンクラスの大型輸送艦が軽空母として建造されるとの話は、2019年7月に韓国軍の幹部会議においてすでに決定されたとも伝えられていて、韓国の研究機関では F-35B 調達に向けた先行調査を行っているなどとの情報も伝えられていたぜ。新型艦はひとまずはヘリコプター揚陸艦 LPH に分類されているが、韓国メディアの朝鮮日報によると、
韓国海軍がこれまで保有してきた既存の LPH と比較すると約 1.5 倍の規模となるんだ。現時点で韓国の LPH として運用されているドクト級揚陸艦の1番艦ドクトウと、2番艦ウマラ島の満載排水量は1万8800トン基準排水量1万4300トンであり、ウマラ島は基準排水量1万4500トン、満載排水量1万9300トン。日本の出雲型護衛艦が保有する出雲型護衛艦の満載排水量が2万6000トンであることから、それらと比較しても一回り大きな艦隊となることが予想されるね。そして韓国海軍の発表によれば、この建造予定の軽空母では16機の STOVL 機が搭載され、3000人の兵士、20台の上陸用装甲車を輸送する能力を備えるというぜ。ただし、この新型軽空母建造の話が持ち上がった2019年頃は、当時のムンジェイン大統領による過激な反日政策によって日韓関係が最悪の状況に落ち込んでいた時であり、2018年12月には日本海上で北朝鮮の遭難船を救助していたという韓国海軍のミサイル駆逐艦クアンゲトデワンが、その上空を紹介していた海上自衛隊第4航空軍に所属する P-1 哨戒機に対して、火器管制レーダーを照射するという事件があったな。水上艦艇が上空の航空機に対して火器管制レーダーを照射するということは、威嚇の段階を大きく超えて攻撃を加える意思があることを示すことから、日本と直接の同盟関係ではないもののアメリカを通して友好関係にあるはずだった韓国側の反日意識が、尋常ではないことが証明されたとして大問題となっているぞ。そのような状況下において日本の海上自衛隊の出雲型護衛艦が軽空母として回収され、F-35B を艦載機として運用する計画が韓国にもたらされたため、日本を仮想敵国と同様に見ていたと思われる韓国がそれに対抗しようと、日本と違って領海が狭く空母が必要ないにもかかわらず軽空母建造計画と F-35B の導入を考えたとしても何ら不思議なことではないよね。しかしながら韓国は、F-35B を導入しようにもすでに導入している A 型についてもその運用の上で大きな問題を抱えているんだ。F-35 の整備修理や機体のステルス塗装などのメンテナンスはアメリカ軍にとって長期密極秘事項であることから、アメリカ側が指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないよ。その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場の3カ所しか設置されていないんだ。つまり韓国空軍の F-35A の整備修理は、韓国に最も近いのは愛知県小牧市にある三菱重工業小牧南工場に設けられた MRO&U で行われることになるのだが、ムンジェイン前大統領の露骨な反日政策によってそれまで両国政府による話し合いで解決済みであった徴用工問題が蒸し返され、さらに韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係の悪化を招き三菱重工業を敵視していたこともあり、日本側では韓国空軍 F-35 の整備受け入れは可能としていたにもかかわらず、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否したぜ。そのため戦術したバードストライクによって胴体着陸を実施して損傷した F-35A を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、輸送にかかる費用及び復帰するまでに相当の期間を要することになるといった問題があり、A 型よりもさらに複雑な機構を持つ F-35B の導入は困難と見られているな。しかし2024年になって、アメリカ国防総省のマット・ウィンター海軍中将が、世界的に MRO&U 機能を展開させて F-35 の稼働率を高めるとして、25年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することを明らかにしたほか、F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域では日本とオーストラリアに加えて、
韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたぞ。このことによって韓国でも F-35 の整備修理が可能になり F-35B の導入が現実的なものとなったんだけど、韓国では現在、第 4.5 世代の国産ジェット戦闘機 KF-21 ポラメの開発が進められていて、インドネシアとの共同開発でありながらインドシア側が支払う予定の開発費が滞り、韓国の防衛予算に大きな負担となっているとされ、国内から使い道のない軽空母建造や高額な F-35B に軍事予算を注ぎ込むべきではないとして反対する声が上り始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと感じているよ。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいのにな。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだったチュンチョンナムドの、ソサン基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因がバードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のため、チョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において、機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキード・マーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でも、ランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたね。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだった、と空軍関係者が説明したと紹介している点だぜ。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったらしい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいからな。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており、機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響で、ランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機種のランディングギアが故障したと考えるのが自然だと思うぜ。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから、事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、
射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたね。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら、主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだよな。少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば、危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたぜ。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して、作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だよね。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により降着装置が作動しなくなり、チュンチョン蘇山市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったんだ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自分の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないわけだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているな。韓国軍から発表された事故原因のまか不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたね。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設、FACO ファイナルアセンブリーチェックアウトが設置されているのはみんなも知っているよね。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどの、ロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を、実行できる国際整備拠点 MRO 有メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているんだ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場であるが、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよな。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達とほぼ変わらないため、現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意のトモ食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と、中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしたよ。どうやらこの、
J20 戦闘機がヤバいみたいだな。今回はそんな J20 戦闘機を中心に詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国空軍の最新鋭戦闘機ホロ20 J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されているね。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機となっているよ。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において、この3機種 F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけだな。2022年3月に、アメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っているよ。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているみたい。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空 K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘しているぜ。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も併せ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているらしい。J-20 は、中国航空工業集団公司の一つである成都式工業公司で開発されたことから、ジェングダ J20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では糸対中国語でリボンを意味するとも呼ばれているよ。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の4代とリボンの発音が似ていることと、これらの J20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄く平らな。リボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだって。J20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業公司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の画像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったね。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているぜ。2016年11月1日に、広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしたよ。2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているんだ。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、航跡の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものと見られているな。現時点で推定されている J-20 の初舷は、全長 21.2 メートル全幅 13.01 無前高 4.69 メートル空挙重量 17,000 キログラム最大離陸重量 36,300 キログラム。
実用上昇限度2万メートル、最高速度 2500km 毎時、最大航続距離 5900km とされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに搭載されているサプールンエール 31FM に最大推力 145kN を搭載していたぜ。しかし、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたってわけだ。中国では、J24 エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたんだ。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているね。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイエイサレーダーが搭載されているが、このエイサレーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は 24kW 達するとされているぜ。この数値は、F22 が搭載しているエイサレーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているね。また J20 には、F35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているが、F35 の EOTS86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の捕捉照準に比重を置いていると見られているな。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル、約132から160億円と言われていますが、2000年代の初頭では4億から5000億元、約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られているぜ。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり約7300万ユーロ93億円で、購入するとされていることからすると J20 はかなり高いんだけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるよ。また、日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているが、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているらしい。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているな。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためなんだけど、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているってわけだね。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているらしい。しかしながら、
これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているんだから、F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方もあるな。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきだと思うぜ。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があるからね。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければならないよ。もはや中国はアメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではないからな。ロシアは現在兵力や武力不足で衰退しているわけだし、意識する本当の相手は中国だと思うぜ。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。